11代目市川海老蔵暴行事件とは、2010年11月25日に11代目市川海老蔵が元暴走族の男に暴行された事件。関東連合の存在が世間に広く知られるきっかけとなった。2010年11月24日、海老蔵は午後11時頃から歌舞伎役者の仲間らと飲食していた。 その後日付が変わった25日明け方に、知人たちと別れて、一人で飲んでいたところ、石本ら数人とトラブルになり、殴られたとみられる。エビゾは飲食店で知り合った仲間と飲んでいて、その後酔いつぶれた人を解放していたらいきなり、殴られたとしているが、その後の報道などで、テキーラを灰皿に注いで飲ませようとしたり、 髪を引っ張る、頭を叩くなどの行為に及んだとする証言が浮上していた。また、エビゾーが、俺は人間国宝だなどと暴言を吐いていたという報道もあったが、エビゾー本人は否定している。加害者側は、エビゾーが石本にしたずつきに対応したと、過剰防衛を主張した。裁判所は、被害者の行動が犯行を誘引したことも、 否定できないとエビゾーの落ち度を認めたが、状況から頭突きを認めることは困難とした上で、仮に頭突きされたためだったとしても、被害者が、さらに攻撃を加えようとした事実はないとして、過剰防衛を否定した。さらに暴行の程度については、被害者に相当量の出血があり、意識不明に陥った場合は、窒息死する、可能性もある、危険な犯行だったと認定した。 エビゾウの怪我は、左方間没骨折、前歯の損傷、左目内出血、鼻、顔全体の腫れなど、顔面の大怪我。その後、血尿が出るなどしている。その後、会見に臨んだ際、制服の後は、ほとんど見られなかったが、骨が五つに割れしびれがあると語り、左目は充血していた。会見では、自身の症状について、前頭部左側頭部打撲。 左上が骨津粉砕肝没骨折。それによる三叉神経の知覚障害と上顎同血種。左眼球打撲による結膜下出血。二本の前歯の骨折。内臓打撲による血尿などの全身多発外傷で全治に過月と診断されましたと話した。吉祥寺セントラルクリニックの院長は、新聞社の取材に対し、入院中のテレビ画像を見て、 ベンチを持ち上げたり、本を読んだりする一連の動きから、脳の損傷がなかったようです。顔面へのダメージが、そんなにひどくなかったのではないでしょうかと分析し、また、退院後の記者会見を見て、万全を期すため形成外科、眼科、脳外科などと連動し、難易度の高い校内からメスを入れたようだと、指摘している。事件に関わったメンバーの先輩にあたる関東連合、 元幹部の工藤昭夫は、辞書、つな絆関東連合の真実において、この事件を取り巻いた関東連合のメディア戦略に言及している。さらに同書は、マスコミを使ったエビ像に対するネガティブキャンペーンのプロモーションは、関東連合 OB で音楽プロデューサー、元 AV 監督の松島クロスが取り仕切っていたと、記している。 日刊スポーツは2010年12月4日、エビゾーといたのは、カリナ・松田竜平へボコられるまでの状況を聴取へと、題して、エビゾーが暴行された日にはしごしていた飲食店のうちの一つで、俳優の松田竜平や女優で、モデルのカリナらと会食していたなどと、捜査関係者の話として報じた。しかし、同日中に、事実確認が不十分なまま記事を掲載したと、 お詫び記事をウェブサイトに掲載した。お詫び記事によると、カリナの所属事務所が同席していた事実はありません。エビゾウさんとは面識もありませんと事実関係を全面否定した。後日、カリナはイベントに出席した際に、エビゾウさんとはお会いしたこともなければ、面識もない。どのような形で同席したという話になったのか、わからないんですが、 ご挨拶もしたこともないと断言した。以下の出典において記事名に被疑者の実名が使われている場合、該当箇所を伏せ字とする。ありがとうございます。